田宇治高等学校バトントワーリング部です。私には光が見えない、声が届かない、音が聞こえない。この苦しみなんてサリバン先生にはわからない。今は苦しくとも、もがいた先に何かが変わるかもしれない。私たちの演技を見てください。